ボンバー、マトスフィブに入部したか？おお、もちろん入部したぜ。どうやって入部するんだ？マトスフィブポイントを貯めれば豪華記念品ももらえるからね。そうだな。バトスティブポイントを貯める？みんなもバトスティブに入部してね。詳しくはホームページを確認してくれ。バトルスピリッツ、みんなやろうぜ。バトスピタイム。カードバトラー安藤陽君が対戦するのはマジカルスターサギだ。ガマード、クセ、ゲートオープン、解放。ヨウ君の先行。バック、セット。ヒノシシを召喚。ヨシジャック。ブロックするよ。破壊されて。バースト。発動。2枚ドロー。ライドアダック。アフリカル。クシ。アタック。レフレフ。生命がついてるので回復するよ。タザニグレイド。トワイライトファンタジアを召喚。このブレイブの召喚時、自分のライフが5以下の時、自分のリザーブのコア1個を自分のライフに置くことができる。シャイニングドラゴンアーク、シャイニングドラゴンアークダーク。ライフでいきます。星空の冠の効果で1枚オープンするよ。手札に加えます。タザニグレードでアタック値効果1枚オープン。ミニーズ特攻隊。おお、ミニーズちゃんロックする。破壊。ブレイドでアタック。それもライフで受けます。オープン。手札リーンを召喚。トワイライトファンタジアもう1本出すよ。ライフ置くね。リーンでアタック。ライフで受け。トワイライトファンタジアの効果でボイドからコア1個を自分のライフに置く。検証屈指でアタック。ライフで受け。勝ち星ゲット。今回の勝者はマジカルスターサキだ。ヨウ君、いいバトルだったぞ。君も素晴らしいカードバトラーだ。バトル解説。今回使った黄色デッキの新たなキースピリットはこれだ。強心獣カオスペガサロス。自分のアタックステップに生命で自分のライフが増える代わりに、相手のライフのコア1個を相手のトラッシュに置くことができるぞ。そして無限の点検トワイライトファンタジアと相性が抜群だ。カオスペガサロスの効果と生命を使いこなし勝負を決めろ。カリスマたちとバトルするチャンス、カートゥーンネットワークのウェブサイトから今すぐ応募しよう。バトルで使われたデッキレシピも公開中だ。バトスピマックス開催決定。会場に来ると X レアがもらえるぞ。8月18日は幕張メッセに集まれ。みんな友達。